私は具志堅高松です。現在65歳です。仕事は医療機器、病院の機械の修理をやっています。私は現在ここで遺骨収集をやっているのですけども、戦争で亡くなった人の遺骨を掘り出して、その遺骨を家族のもとへ返そうというふうな、そういう活動を、ボランティア活動をやっております。私が28歳の時からです。人間生きていけるんだったら、まあ食べて生きていけるんだったらば、生きてる間に何かいいことするっていうのはとってもいいことだと思います。まあそういった犠牲になった人たちに手を差し伸べることができるであれば、やりたいということを思ってました。戦場で強いものと弱いものには、助かるために良い場所には強いものが使っていたということがよくわかります。要するに生きながらえることができるような場所っていうのは、大体日本軍が使っています。住民は本当にこう岩陰であるとか、あるいはその途中の広い平地でもなくなっています。I'm sorry. This tree. I will cut. He must be pain. あのですね、実はこれが全く全然初めての場所で、だったらば一日中やって何も出ないことっていうのは普通にあります。その時には、ああここでは誰も殺されなかったんだね、だから喜ぶべきだなと思うようにしてます。しかしもうすでに見つかってるような場所で、はっきりここでは誰か戦闘があってもうやられてる形跡があるっていう時は、あと3センチ掘れば出るんじゃないか、あと5センチ掘れば出るんじゃないかっていうことで、こればっかりです。まあむしろ見つけて、その検査のために連れて行きたいと、 DNA 検査のために連れて行けたらと思うし、見つかった人にも、あのこれから DNA 検査のために連れて行きます、家族のもとへ帰れるように祈っていますっていうふうにして、遺骨を取り上げてその場所から連れてきます。背骨が出てきた。最後の言葉は、天皇陛下万歳ではありませんでした。みんなお母さんみんなが亡くなっていったと言います。私はそうやって亡くなった人たちを、その人のお母さんが眠るお墓に入れてあげることが一番いいのではないかと思います。私もそれは亡くなった人と遺族のためにも少
少なくともそこではできる限り遺骨は収容して返すべきだと思っていますし、どこまでできるかっていうのは言えませんけど、しかしそれはやらないといけないことだと思っています。ここ沖縄では戦争がまだ終わってないと思っています。